美食のためなら何でもしちゃうブルアカ、ハージマールよ。ということで今回は、黒館春奈さんを紹介していきます。視聴者は兄貴たちの美食フルコースは何かな？騙されたと思ってグルメスパイザーを購入してみよう。さて、まずは春奈さんのプロフィール紹介です。年齢は17歳。誕生日が3月1日、身長は163センチ。ゲヘナ学園3年生。部活は美食研究会に所属しています。趣味は美味しいもの探し。CV は田所あずささんが担当しています。公式の紹介文では、ゲヘナ学園所属、美食研究会の部長。一見すると金持ちのお嬢様のような孤高な地位を思わせるが、食べ物に関わることになると分別がなくなってしまう熱血属性の美食家。その食い意地に反して食は細く、あまり量は食べられない方。好きな食べ物は、もつ鍋やホルモンのような脂っこい食べ物、と、紹介されています。期待の料理が出てこないとお店を爆破するってマジ。これもう半分犯罪じゃん。なんか、違くないですか？実際作中でもテロリスト扱いされちゃってるしね。この変態、犯罪者！イカれた美食研究会のメンバーを紹介するぜ。春奈、純子、風花、あかり、泉、以上だ。安心しなって。あんたも仲間だよ。ちなみに公式のアロナちゃんによるスキル紹介では、常識すら丸ごと食べ尽くしたと言われる美食研究会、その会長さんです。お金持ちのお嬢様なのですが、美食のためなら戦闘行為も躊躇しないお人です。究極の味を求めて、共に冒険に出かけましょうか、と紹介されています。体操服はるかちゃんの健康的な太もも、いいよね。今度実装されたりしないかな。まあ、最近の人気キャラ実装ラッシュでもうガチャ石がないんだけどね。さて、お次はボイスを聞いてみよう。もう少し、一緒にいていただきたいです。これは清楚系お嬢様キャラ。先生と一緒でしたら、夢に見た至高の味を、見つけられるかもしれませんわね。ガッツガツガツガッツガツガッツガツガツガッツガツ。もう少し、一緒にいていただきたいです。セリフだけなら本当お嬢様。何度お目にかかっても飽きないお顔をされてますわね。あら、褒め言葉ですわよ。好意的な意味ですわ。それは私も同じですって。先生の顔は独特だからね。たい焼きですの。私の一番お気に入りの食べ物ですわ。うぐう。高級料理店はお好きかですって。嫌いではありませんわ。ただ私が一番好きなのは、愛するお方と一緒にいただく食事ですわ。僕のたい焼きをお食べ、ボロン。かわいい。何のことかしら。おかわいいこと。こうやって一緒に帰宅できるだなんて。たい焼きもこんなにたくさん買ってしまいましたし。たい焼きだと少し質素じゃないかですって。いいえ、私にとっては最高に贅沢な瞬間ですわ。視聴者は兄貴たちはたい焼きの中身は何が好きかな。どうぞ。お次はつかみ上げモーションを見てみよう。ちょっと崩れちゃうでしょ。お団子食べれる日は来るのか。先生も一口いる？全部ください。ひえひえひえ。よし、少しだけはしゃいでみましょうか。さて、お次は春奈さんの戦闘スキルを見てみましょう。あらまあ、お出ましですわね。食べれるものないかも。盛大にお出迎えして差し上げましょう。優雅に参りましょうか。春奈さんの戦闘スキルは、公式のアロナちゃんによるスキル紹介にて、春奈さんは攻撃タイプ、神秘、のアタッカーです。ノーマルスキルで一定時間ごとに敵一人で高いダメージを与えつつ、EX スキルでは直線範囲内の敵に対して大ダメージを与えることができます、と紹介されています。ハードクエストで神の絵文字がドロップするから突もしやすい上に強力な神秘アタッカー。一定しておいて損はないキャラの一人ですね。僕たちの美食はこれからだ。あら、少
通りですわね。さて、最後に春菜ちゃんのメモロビを見てみよう。こんばんは。夜のコンビニって妙にワクワクするよね。ところで春菜ちゃんは何してたの？またお店を爆破しちゃった。よかった。常識のあるいい子だな。視聴者は兄たちは最近の食事で悩みはあるかな？女性をエスコートせねば、不作法というもの。たい焼きといえばカノンのイメージ。これいくつ買ったんだろ？うお、でっか？タイにパイが乗ってやがる。こうやって一緒に帰宅できるだなんて。タイ焼きもこんなにたくさん買ってしまいましたし。タイ焼きだと少し質素じゃないか、ですって。いいえ、私にとっては最高に贅沢な瞬間ですわ。たい焼きを2つも食べちゃいます。では先生、これを差し上げますわ。いいえ、あーんってなくては。さてはバカップルだな。なん、一番好きなお方と一緒に一番好きな食べ物をいただく、これぞまさしく愛です。愛ですよ、ナナチ。ん？その表情、どうかなさいまして？そのような反応も嫌いではありませんが。嫌いじゃないわ。寒くないか、ですって？いいえ、暖かいですわよ、本当に。ジュージュー、暑いね。お二人さん、春菜ちゃんのメモロビ見るたびにたい焼きが食べたくなる。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので、感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してもらえると嬉しいです。さて、この動画を最後まで見た君たち。このご時世、気になるお店がいつまでもあるとは限らないから積極的に来店してみよう。あと今回のサムネはラマンダさんにお借りしました。ありがとなす。では、サラダバー。動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。チェピルパチェロパチェルリレロ、さあご一緒に、3、はい。